からなかった。投げ飛ばボール、ああそうか、投げキャンセルってあったな、それは。いやいや、そもそも暴走が溜まってなかったっていうね。いやいや、あの投げトマホークで時間稼いで、うん、ワンチャンとするって。ああ、なるほどな。そう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 。あったかもしれんな、時間稼いでっていうのは。なるほど、そういう選択が。そうやな、投げトマ暴走、うん、バータイ自体はあるね。まし、投げキャンセル体力減ってくんねえかな。やるたびに思うわ。投げキャンセルなぁ。一応スパキャンちゃうからなぁ。俺さぁ、スパキャンちゃうねんたら必殺技キャンセルさせろよって話になってくるからな。やっぱり減った方がいいかもしれんな。そうだよなぁ。必殺技キャンセルできんやったら最高なんだけど。まあ、でもさ、それはそれであかんからな。みなずきゆかりって組み合わせさ、うん、なんか、シータさんからさ、うん、結構めんどくさいって言われてるんやけど。うん、まあこれな、俺見たけど、うん、分からんもうとりあえずアツシが特殊すぎて分からんってのもあるけど、至る状況の D がさ、うん、多分皆月壊せるからさ、うん、それ意識できれば楽になるかもねって思ったら、うん、いやまあ分からんって思うことは、多分一方的にどっちかがきついとかはないはず。ああ、うん。いや、ほんまにわからん。見てても。どっちがきつくてどっちが有利なんやろうっていうのはわからんわ。ただ、これだけ言えんのは、まあ、シータミナズキは浅い。浅い。ゆかり戦浅い。それだけは言えた。まあ、やはり。うん。そこは 2B やろうってとこ押してんかったから、その上にさ、設置されてさ。そう。で、今回、判定なくなるから、2B 押しちゃええのにっていうのはよくあった。え、今回さ、設置壊したらさ、うん、もうガルの判定消えるの？そうそう、消える。やから、マジこれ革命的、ほんまに。それ、いいな。そうやで。なんか、番長でも壊せる場面増えるかもしれん。そう。まあまあ、それ言っても、けどアグロは、それでもやっぱきついっすね、とは言っとったけど。いやー、でしょうね。だってジャンプキャンセル効かねえよ。そうそうそう。やからなんか、あー、それやったら、立ち火で壊すのマジであるな、できるんやったら。そうやんなー。無敵使ってな。そう。なるほどね。あー、じゃんけん殴るあたり、ね、じゃんけん聞くあたり殴りたいんじゃ。マジで。ゴビーが建設的に壊せる技であれば。クライハンって伸びちゃうからね。まあ難しいけど、チョイスできる場面があんねんたら、まあ爆捨てできるし。まあその難しさ。クライハンって伸びるから、無理じゃない？殴れんの？そんな無理、先端でも。いや、無理だった覚えがあるよ。あ、マジで。うん。だって、一応あれ、センターまでクランって伸びるっしょ、立ち火って。そうか。2B は、クライハンってないから、殴れるけど、うん。じゃあ、もう、あれやな。もう、BCC キャンセルとか、になってくるんかな。簡単で行こうって思ったら、2B 壊して BCC キャンセルとか。になるが、今作の BCC キャンセルはちょっと嫌なんだよな。なんとも言えまへんな。ちょっとね、まあ、いや、もう、やって。やって、そうやな。やれないんだが、やれない。やって、いろんな技でキャンセルして、いい思い出あるやつをチョイスしていくっていう。そう。まあ、一番の有力候補はタチーかな。タチーパイセンに、なんとかしてもらうしかない。マジで見えねえな、これ。そう、けどな。まあ、察しはつくけど、カメラワークと、相手の動きで。けどあれよ、アツシ、これガチで思ったけど、マジテーマパークやわ、こいつ。テーマパーク。ほんまに。俺はずっと絶叫しとったもん。じゃあマジで下手くそな部分と上手すぎるところあって、もう絶叫するしかない。まあ今のあれやろとか言ったりとかして、今の上手すぎやろとか言って。格ゲー力は高いからな。あ、振り向きじゃんし、やはり強いな。やっぱり露骨に伸びとるね。ん？待てよ。ああ、いや。ゆかり戦振り向きじゃんし、使うかもしれんな、番長で。ああ確かに。使うやもしれぬ。なんかマジで他のキャラと、
それこそ振り向きジャンシーで壊せんねんだら。その後ジオとかがいい感じで空中になってとか、そんなかもしれぬ。なんとも言えぬな。ただやはり基本的にこっちの球より相手の球の方が3倍ぐらい強いからな。そこで空中を出す意味があるのかと言われたらどうなんだろうな。ジャンビージャンビーとかがな、なんかマジでグラディウスみたいな、なんか敵のなんか弾みたいなとこから、あれなちょっとほんまグラディウスなとこからな。しかも当たったらマジで減るからな。いやまあけどほんまガルの攻撃班でなくなったらマジで嬉しいわ。あれなかったらちょ割と絶望してたもん。すごいすごいそこ楽なったから、あー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 あれ意味不明だったからな。なんで殴ったのに残ってんねんみたいな。そうそう、本当にガードしたしてもシャレにならんことになるし、当たったらもっとシャレにならんし。いやクマちゃんがななんか足払いとかでなんかあの弾当たらないように攻撃判定出して向こうの固め直しの手だとかを咎めれたりとかもできたりして、あなんかいろいろ考えとってんけど今回何も考えなくて嬉しいわ。その辺番長じゃどういう風に生きるか考えないとな。立ち見で なんか何かの間違いで立ち見で殴れたらもういいねいいね。あこの人出たー。あそう放棄した。いやこれあれらしいで、一応なんか対策でその黄色でコンボになるみたいな、うん場面があるんで。え？いやでも水無月がなんで今の起きなかったの？いやだから熱波するんよ。熱波して黄色でコンボになるようにするときがなるときがあんねんって。はあ。だから補正が緩いときなんかな。補正が緩いとコンボになっちゃうんかな。あー青バカなってこと？あ今の青バカ。今の青バカよ。うん青バ青バ。バカか。バカかバカかだからなんで当たったんだよってやつやな。いやなんかあんねんって、そういうなんかコンボでダウン取ってでそれでマハガルーラって言って、ね、熱波になっといてで黄色でベベベベってなって、っていう対策があるらしくて、でけどその判断が結構難しそうに見えた。よくこんなことなってなんか単発なんか2000だか3000だか飛ばされてやったーってあつしが言っててやったもうやったやな。これ水無月でゆかり多分いけると思うんだよな。まあ俺はちょっと想像つかんな。俺の頭ではこれはさすがの俺もようわからんけど、まあ全然お互い詰めれるとこはなんぼでもある。うんまあ全然いけると思う。そう詰めれるとこがなんぼでもあるし、ちょっとなんとも言えない。やはりペルソナを壊しやすいのはでかいね。ああ確かに。で逆切れさ、うん、密着じゃ当たんないっていう話を風の噂で聞いて、うん、そうやな。そうマジでと思って番長でさ、シャドウユカリと対戦する機会があったから、マジか。うん、ドヤ顔でジャンプニート立ち上げ固めたらさ、うん、普通にヒットしてさはぁーってなったからねこれあれなんかな、めり込まなあかんのかな。ダッシュで陽介のダッシュめり込んでなんか前のめりになってるから、それで多分おそらく、うん、ただの密着じゃあかんような気はする。だからね、さすがにそんなに甘くなかった、うん、さっきスカってる場面なかったですか。ごめん見てなかったわ。ではそろそろアンケートのあれを見るか。あードン君と愉快な仲間たちはやな。結果を表示しよう。ドンドン2v1。え嘘、これ多分2
渋いか。あれや、多分投票してる人が少ないって感じやな。そうやな、だってあれやもん、 0% やもん、一番の下が。え、ドン君、ドン君、ドン君 20% やろ。一番下が 0%。 ああ、そういうこと。ああ、はい、そういうこと。少数点第1位が 0% やから、まあいっか、いたくれ。放送5人しかいないパターン。5人しかいひんの。ああ、そういうことね。そういうことね。投票してくれた人が。俺たちのチーム名どないすんのやろ。まあ、なんでもいいけど。うん。まあ、ドン君と理解の仲間たちはお気に召さんかったらね。2対2対1、そういうこと、そういうこと。そういうこと、そういうこと。うわー、おていうか、混乱見直したなら、魅了を見直してくれませんかねって感じなんだけど。ほんとに。混乱がかなり参拝化してるから。そう、意味やからんやろな。いや、まあ、混乱も別にあれはあれでよかったと思うんだけど。そう、俺もあれはあれでよかったと思う。あれ、混乱、あれさ、あれほんま、なんか僕言ってたやつやっぱいたんか。いや、おらんやろ混乱は。月光と恐怖と、まあ、月光恐怖時点で魅了でしょ、やべえのっつったら。まあダントツは俺恐怖だと思うけど、恐怖やばいな。うん、恐怖はやばいと思う。せめて投げ抜け可能とかに。いやなんやろな、恐怖。いや俺全部別にええで。恐怖もいいし、魅了もこの際別に。だから魅了のあかんところは、まあ。いや、俺恐怖はあかんと思うけどな。恐怖な。あかんやろあれは。恐怖はダントツでダメだと思うわ。やったら俺フェイタルなくしてほしいわ。あー、てかそうなんだよ、あの投げ抜け関係全部できなくなるのにフェイタルするって。お前、俺どっちかって言うとフェイタルなくしてほしい。そうだった、魅了はゼロでもするのがどうかと思う。あー、あれな、もう稼働職会言われてたよね。本当にあれでもなんか今回、うん、何かの技がゼロだったら増えなくなって聞いたけど、なんだったかなー。あー、すげーなお前。あー、このコンボはすげーなお前。ドーン。増えてるだけやろ。で、相手の、あ、宮月の駒だけだっけ。どうしよっかな。ってことは魅了はまだ増えるんだ、相手がゼロでも。まあなんか誰かちょっと 91% 回収コン教えてください。熱に教えるんで。あ、そんなんあるらしいなって言って調べる気全くなかったから。多分モッキーあたりが知ってるに違いないと俺は踏んでいるけど、開幕 91% なー。俺も開幕 91% 持ちてーわ。俺も持ちてーよ。持ちてーよ。みんなが思っとうはず。そう、みんな思ってるよ。やはり水月覚醒調整なかなか強いな。そういえば覚醒調整で思い出したけど、なんか総平がずっとなんか影山だってみんな押してるけど俺そんな強い思わないんすよね言うてて、その人どうなんでしょうねって言って。そのいや、俺表山田はね、あモッケーさんやっぱり、あ、ビデオ締めクーザジャンエジャンエエーレンとかそんなん、そう補正緩い時に魅了締めクーダ JAJAA で、そんなんで 91% パターンあんの。あ、それで A 連でまた魅了つけるってことかな。ワンコンってわけではないんか。でしかもこれ鍵やから 91% 回収するってこと、おそらく。なるほどね。表だったら80とか、80手前とかそんなんかもね。なんや、なんか特別なんかすごいコンボするわけじゃないんか。
もうただただ魅了締めするだけってことか、エイレンで。まあ相手からしたらたまったもんじゃないけど、うん、けどそんなんやったら表でもやれよとかっていうのは思うけど、まあ普通にただの便利なコンボですね、して見た感じ。そうやな、ただの便利なコンボ。そうか、なるほど。まあ、表山田は多分影にねグシャってされるキャラだと思うよ。そうやね、8500やからな。俺もそう思ってんけど、けどなんかその総兵曰くその影山田のコンボが4700とかでダメージレースで全然勝てへんし、え普通に6000減ってたけど、あかんやんあんやん、普通に6000とか言ってたけど、まあ、指導が都市伝説レベルとかじゃなくて、いや普通になんか適当にコンボ入れて、わコンボの途中で暴走して、うん、最後に SB ファイヤー、うん、逆切れ SB ファイヤー SB 僕の槍、うん、で6000とか言ってたけど、6000ちょっととかね、うん、まあ指導はなんか B とかだったかもしんないけど、でもラマダの B 質って結構あるから、あんとなんやろな、総兵が出たなんか、まあ、覚醒できんできんって言ってるけど、自分から覚醒入れるキャラやしっていうのも言ってて、うーんっていう。各班 2B カウンターか5900出てましたよ、まあ、それは出なあかんレベルやけど、そうやな、 そんなもん、それは2、それノーゲージだよね確か。100、それ暴走なしの100だったよね確か。え、それで5900な、いや多分 2A 指導で5600あんねんたら十分。一応 A ファイヤーから、あ、A か C か、C ファイヤーからなんか僕の槍が繋がるから普通に。50-50で。それで確か5000か6000だか減ったっていう話は聞いたけど。それはもう強いね。まあ影は結構強そうだった。いやまあ、自分から覚醒できるのはまあ、わかるんだけどさ。でもなんかシャドウに対抗できる表の条件って、やっぱ体力がそこそこ多いのと、なんか、まあ、覚醒調整ができるのと、あと、マックス火力がさ、ワンモアバースト絡めた、マックス火力が高いキャラっていう、俺の中ではあれがあるんだよね。アマダ、残念ながら2個満たしてないんだよ。体力と。いやけど、やってて、ほんまに、アマダ溶けんなーっていうのは思ってた。そう、あーこれ死なねえなーとかって、んんって思ってて、アマダは死ぬんだよな、モリモリヘッドだって帰って。結構なんかその俺最近テイガーバスター意識して対戦してんねんけどさ、番長とかやったらバーストが溜まってた状態の B の上らへんに体力バーあると殺すか殺せへんかみたいな判断してんやんか。はいはいはい、100投げ暴走とかで。アマダもう全然そんなんちゃうもんもっと早いでしょ、うん、死ぬの。マジでほんまにもう B でたっぷり死ぬ。そのバーストっていう文字の B の上でもうたっぷり死ぬ。もう余裕を持って死ぬ。もうマジ8500は減るの早いからな、うん、本当に。ちなみにシャドウアマダって体力いくつか分かります？9500ちゃうの。9500、え、だって一律1000じゃないんか。そっか、あ、けど、うん、けど2キャラぐらいなはず確か。1000以外で増えるやつって、ああ、なんかキャラごとになんか調整されたから、うん、多分2キャラだけっていうのは覚えてる、その1000以外のやつが。ああ、しかもそれが誰やったっけな、真田とかやったっけな、忘れた。三次真田がプラス、あ、やっぱりそうや、そうそうそう、なるほどね、うん、だから9500や、9500か、アマダが。そう、やっぱな、低体力組はやっぱ影にならんとってのはよく思うな。しかも関西余計やわ、影ばっかやし。影ばっかマジ闇の国やろいやけど俺もう影が強いとか表が強いとか置いといて、なんか関東表、違う東表西影の構図がちょっとできてるから、あ、なんかいろいろ楽しみやねんな、はい、そうやな、うん、光りたい闇っていうのはやっぱ中二心にそそられるし、やっぱ面白いしさ。まあ、そうなると、親、関東サイドに入るのか。いやいや、まあ別に、ええねんけど。けどなんか、光の国。なんか、自然と光対影になるのが面白いやん。西対東にすると。まあ、そうやな。それが、じいさんが小足から溶かされますよ。すごいっす。
まあその辺は早く強くなってくれたらそれでいいわ。いやマジアマラット大切な楽しみっすわ、うん、本場のアマラット。けどまだまだ足りてないわ、うん。しかもなんか結局影になんねんたらっていう。いや喋っててんけどさ、うん、俺が多分影クマ俺一人だけになってん。え、うん、あそうか、あのモジャさんがなんか、うん、で萩原さんもなんか結局思って使ってるっぽいから。あそうなんや、うん、なんかそれでなんかそれもう獅子王なってんじゃないですか、んとか言ったら結局ついてこれるのは俺だけかみたいななってなんか刀ぐしゃってやってる感じになってたな。俺の強さについてくるの俺しかいねえみたいな。そうそうそう、でそう考えた時なんか結局みんなアマダも影なってるんでとか言って、そこで俺もとか言ってついてこれるのは俺だけかな。いやお前は単純に置いてけぼりされてるだけちゃうんだって置いてけぼり結局表あるんちゃうか言っての俺と久保さんだけなんですよね。けど久保さんもこの前影使っててとか、それってお前多分置いてけぼりされてるだけやでって言っていや表はね、あでも結構シャドウチーがいる名古屋、うんうん、名古屋あたりで、うん、まあ表行けるっていうのはちょっと説得力あるなかもしれんな。普通に天野ダメージ貼っといたよし、総編を影天野にするちょっと委員会発動しようか。いやつかちゃうね、まずシャドウから触った方が俺いいと思うんだよね。お、その心は。いやだってシャドウ、うん、表からさ、うん、裏に変えるときってさ、うん、めんどくさいじゃん。コンボ覚えたりとか、うん、ファースト配分とか考えないといけないし、うん、でもさ裏から表に戻すときってさ、うん、じゃあまあいつもまたいつも通りでいいよねみたいな感じで。あ逆にね、逆にね。いやけど多分総編に関してはアマダキャラ替えした、アマダにキャラ替えしたわけやんか。なんかほらバージョンが上がってアマダ使いがまあ影にしてみるかやったらそれわかるねんけど、なんかあいつ陽介からアマダになったからさ、ただでさえそのアマダっていうキャラを動かすのにも意識配分いいのにさ、システムまで変わってまうと結構きつない。まあ最初に一気になるかちょっとずつやるか、まあどっちかやねんけどな。まあそこで幸い、まあ山下も言ってたように、まあエーデン変わらんから、まあさらにちょっとずついって、でまあ表か影も他、あすり抜けたー、見て見て、すり抜けたー。あ本当や、これは前歩きしとったね。だから前に行かなあかんのかな。あスライド立ち位置レベルじゃダメってことか。一体何なんや。しかもまさかのアーク特有の水月の前歩きやったら避けれるとか、そんなんあるかもしれない。やめえやキャラごとにあるからな、アークは。やめえやそういうのマジで。あいつのキャラの前歩きやとあの技避けるとか、そんなんあるから。すごい試合でした。キャラだな。でも歩いてる時にスカルって言われてもな、どうでもいいんだよな。どうでもいい。そやな、ボタン押してんだってやつやろ。そう、ボタン押しつつ使せるとかやったらもうそりゃすげえ楽なんだけど、まあやからもし歩きで避けるっていうので悪さしたいんやったら、まあ歩き投げになってくるやろな。ああ、おそらく、うん、逆ギレもフォローしつつ一応投げで崩すという、まあ2つの意味込めれるから。幸いゆかりはハマー神拳、うん、超適応するキャラだから。そうやなそうやな、マジで漏れなく適応するな。そう、全部枯れる。やったらハマー神拳でいいかもしれんっていう。そう、ゆかりはねその辺なんか最後ら辺になって楽になった、うん。だけどアッツンはほんまな、コンボ適当やけどカッコつきでね、見栄えがええんやな。なんかコンボの締めでさ、なんか超読みしてさ、お前超読みお前これしないよ SB やったやろとか言ったら、なんか超読みワンモア超読みとかいう意味わからない150コンしだして、それ別に SB 超読みでええやろって言って、まあちょっと忘れててんって言って、忘れててん。獅子にも逆、あーそう、獅子にもね噛み合ったら当たんないんだよね。噛み合ったら当たんないレベルだから、それ、ちなみに。よし、空投げ仕込みにも全然負けるし、フェイタル取られちゃうんで、今回。そう。ないですね。
なんかまあ適当になんか立ち絵 AC とかやる分には当たんなかったらラッキーって感じじゃない。狙ってやるものじゃない。まあ、いやドンキャラでさ、うん、AC 打たれてさ直は立ち絵したらさフェイタルしてさ、まあ、当たり前だけど、まあそうやな、なんか悲しくなったね。あもう僕たちが知ってる AC 先輩もういないんだみたいな。 AC 頑張って直がするか、頑張ってくれ、うん、でもクマってなんかあったっけ。まあ投げでいいでしょ。投げカウンター取れるっけ。取れるやろ。取れる。だって無理だって。いや分からん。だって護衛各班なんやろ。そう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 。あ取れるんだ。だって投げ5フレやり。あいやなんか十文字的なあれだと思ってた。うん、どういうこと、どういうこと。あの十文字ってさ、うん、エスケープ投げってしたらさ、なあ投げ抜けできんな。そうカウンターじゃないじゃん、うん、カウンター判定、あカウンター判定じゃないだっけあれは。硬直がそういうことなのかな、おそらく、うん、まああれあるな、よくそれはある。そうそう、だってあのもう ACC 直が 5A はもう前から立ち A でカウンター取れたから、うん、もうそれだったら投げでも取れるな。あれはカウンター判定のせいなのか。おそらく十文字が異常なだけだったと思う。まあまああれはカウンター判定じゃないもんな。そうそうか、カウンター判定の有無でその辺が変わるっていう見分けの付け方やったんか。単純に硬直さやと思った。バン、ああ硬直さもあるかもしれない。投げもカウンター、うん知ってる知ってる、けど十文字はカウンターせえへんから、やから投げ抜けできるんかな。それとも硬直さが単純に十文字の方が短いからってことなんか、どっちかがよくわからんかったって。そうやんな、そうやんな、やっぱそうやんな、カウンターじゃないと投げれ、うん、抜けれるから、うん、まあ、非カウンター判定っていうのは大事だねと思った。大事だね。そうじゃあ俺は ACC がもうちょっと遅かったな。 ACC 見てから直ガーとかできんねんけどな。意識配分で ACC が来るかもしれない運転で直ガーの準備しとかんとあかんから。それはそれでなんか違う気がするんすよね、やはり。何がどういうこと、どういうこと。ACC 来るかもしれないっていうのは。そやな、いただくね ACC とか。そやな。そやねんな。まあでも今作 SBU も先輩がいなくなっちゃったからまあいけるかも、うん、アイディスのメギドとか原作パーソナルだった気がする。やべえマジで、橋で足払いが当たった時のお祭り感がやばい。ノーゲージで減りすぎ。さあこの低空逆切れコンボ天才やなマジで。ほんまな、漏れなく覚醒するからな。そうミラーズキ使ったって思ったけど。いやーシータシーだからこういうところで 2B やったら多分ゆかり困んねんな。ジャンプ B 2B やらなあかんなとかいういろんな選択肢が広がるから多分 2B やった方がいいねんな。おや、あおや今のは楽しようとしやがった。あつか混乱の仕様変更一番嬉しいのゆかり戦やわ。そやな、結構きついからな。だって一応ゲージ使うか有無かでなんかあの謎の二択は回避できたじゃん、うん、な俺そこで画面見るの嫌だったからさ、うん、いいね。ちょっとずつゆかり戦を前向きに考えていこう。混乱はやっぱり逆になるのは良かったんけどな。でそれでガードも逆にせなあかんっていうのもいいんけど、まあ混乱の終わり際だけがちょっと面倒くさいなっていうのがあったから。面倒くせえところがガチに二択だったからね、うん、まあだから別にどっちでもガードできますよって。おなんかお互いなんか光も増えてきたね今のは。ちょっと欲張ったね、うん、さっきのあのそうやな、美味しい経験から、うん、いい思い出があったからな。やはりママバースト死んだ。まあ強いね。やっぱ火力は正義やなってやっぱ分かるわ、このキャラ見てると。減るんだよな、いちいち。ほんまに減んねん。でいや状況限だからって言われても割とあるあるじゃねっていう。まあそうだね、立ち死にカウンターもないことはない。いや靴にあるか、普通にあるしね、ペルソナル敵のせいで。つか、あ、なんだろう。いや、間、水無月で対戦しててさ、うん、あの、立ち C に、サラダに切り出して合わせられて、
でさ、ペルソナのさ、無敵モーション、無敵エフェクトみたいな、無敵エフェクト。わぁ、そんな、エフェクトなんかあの、頭無敵のエフェクトあるじゃないですか。うん。あれが見えて、うん。普通にサナダにサナダにドーンって当たってから、さ、ダッシーが。これ赤いやろみたいな。キルダッシュで突っ込んできてる、うん、サナダに対して、ダッシーがヒットするみたいな。あれは、ダメだった。見た目が。えぐすぎ。やはりペルソナ無敵っていうのはこういうことなのかって思った。いやなんか沢口軍団のブレンの AKR 師範も言ってたけど、このゲームどんどん大味納豆って言ってて、た確かにってなって、そのボコスカ、ゆかりのボコスカとかもさ、うん、攪拌しにくなっとうやん。てかそうなんだ。え、だからもうボコスカが攪拌しにくいやん。あ、全体的に、全体的に。でそれを初めて見た AKR で、ペルソナ無敵の衝撃を見た AKR、 その2つ見てどんどん大雑把な圧倒って言ってボソッとつぶやいてどっか行った。確かに、何のメッセージ、どういうメッセージ性があるんやろうっていうのを考えてんねんけど、やっぱ大人の事情なんやろうなって思いながら、ほんまはこんなんしたくなかったんだっていう調整人のメッセージがしか聞こえてけん俺は。多分あれだよね、なんか元がさ、うん、初心者向けみたいなゲームだったじゃん、うん、エーレン、そうやな、エーレンから始まって、うん、だからやはりもっと初心者向けにしたかったのではないかという、うん、っていう意向を大人の人たちに言われて、俺たちはこんなことしたくないんだって言いながらやってたんだろうっていう、そう、初心者向けの浅めのゲームを、うん、って感じだね。いやけど結局なんか BD とかなんかそういう同時押しがいっぱいあって、でそれでいろんなシステムがあって、こすり技が、こすりやすい技があって初心者向けだよねと見せかけて、まあこんな簡単なもんやねんから投げにも仕込めるよねっていう、上級者にも結局おいしいっていう、そういう絶妙なところもまあ良かったっちゃ良かったんけど、まあさすがにボコスカの攪拌がしにくいとかペルソナ無敵とかっていうのはそういうのじゃないから、まあまあ、確かに みんな平等に、そういう、まあ、そういう意味では確かにみんな平等にところするからけど、ボコスカにキャラ差があったら得するキャラがいるからな、得せえへんキャラも出てくるし、なんと、いやマジ番長のボコスカがやばくてさ、ノックバック、あれさ、番長あれ大丈夫、 5B で間に合う、さすがに、いや楽勝でしょ、楽勝、よかった。いや誰かがさ、三つの護衛でもきついっていう誰かが言ってた気がするから、ね、あの番長のボコスカセンターにガードさせたら、うん、あの表三つのエーレンが繋がらない、あ、繋がらないや、繋がらない、だからカカンとるには立ち絵 A ドロアしかない、うん、けど番長くんは 5B5C があるからっていう、そう、番長は 5BC 石化があるから最悪、あ、そうやノーゲージでも、 5B5C はどうや、 5B5C はおそらく 5C の後繋がんねえと思う、あ、 SB 石化しか、なるほど、おそらく、うん、しゃがみぐらいじゃねえからあれ、うん、だから番長でそんなレベルだから、うん、クマとかヤバくねっていう、まあクマどころじゃないやろ、もっといろんなキャラいるやろ、そう、陽介いや真田は、いや真田キルダどうなんだ、キルダギリかな、どうだろう、水月はかなり厳しいんじゃねえかな、あ、どうだろう、立ち絵戦勝滅かな、立ち絵は一応届く、立ち絵選手を見つかな、 C 抜いて、まあかなり安めになっちゃうよねっていう、共通して水月の 5A の距離が限界、先端でガードしてしまった場合入る技って、うーん、立ち C つながるね、立ち C が当たるならいいかもしれないけど、ただ立ち C に C はまあ当たり前だけどつながんねえし、立ち C から選手を見つかさるならそれが一番いいかも、立ち B 選手を見つかつながるならそれが一番、いや距離的に水月の護衛がギリやねんたらどうなの、クマも一応けど2フレ早いから水月の護衛よりか、やからその速さを生かしてダッシュ護衛を頑張るって感じなんかな、まあ、タチ B で格安取っちゃったらもう何も繋がんないですからね、てかタチ B 間に合うのか、タチ B だったら間に合うんじゃないですか、タチ B な、そうタチ B 何フレまで間に合うんやろな、うん、まあそんなになんか硬直さは
バカだもん。クマ間に合うならスクリューとかで、スクリューで終わるだろうが。あれカウンターじゃねえよ。カウンターじゃねえよ。そんなスクリューでいいんじゃってぐらい思考停止するぐらいの。あ、すげえ。ん？おお、すげえ。すげえ。見てた。カウンターのキャラ、多分キャラじゃなくて、あれカウンターないやろ番長って。確かないよ。やろないよ。うん。やから P4 の時からはーんっていう人はいた。三つ使いとはよく言ってたよな。あとゆかりじゃなかった、あのなんだっけ、ゆきこ、うん、あどうやって取るんだろうっていう。もういよいよないんじゃね。ゆきこいよいよないんじゃね。このキャラある、マジ可能性ある。しかもボコスカ先端って状況が作りやすくて、今回あらら。いやだって普通に SBG を打って調整してボコスカ打てばいいだけ。もうそれあれやんな、フリップのキャラ出てくるような、ボコスカフリップのキャラ。打ち放題やろ。ボコスカフリップのキャラを打ち放題やろ。ワンチャンシャビ両ラビとかあるな。あるな両ラビとか。まあ、その辺ちょっと調べないといけない。これ番長使い絶対100円入れて全キャラ調べなあかんレベルやろ。調べる価値はある、うん、と思う。だって相当な武器やでそれ。ボコスカ打ち放題。くだらねえ。くだらねえんだけど。この状況でのボコスカ確定しますって。この状況でのボコスカなんとなんと 無料で打てしまうんだみたいな。まあ SBG からの連携だったら最初に25入っちゃってるから、うん、まあゲージが回収できないのはちょっと惜しいけど、まあその辺もカカアが取られないって分かったらもっと強気に打てるからな。だから固め直しでの SBジオ？ジオ、うん、からのボコスカやもんな。ボコスカワンチャンレンガ、うん、ワンチャンマジワンチャンレンガ。そして攪拌はないかもしれない。かもしれない。あったとしても安いっていう。まあ安いでもダメだな、打たねえわ。まあだってターン終わってまうからな。そう、まあ言うてけどターンは終わってまうんかな。そう、ターンはまあ終わるのはしょうがないかなって感じで、うん、ただ攪拌はない、ちょっとっていう。それはな、そうゲージ入っちゃってるから。なんなん今やな。まあまあまあ、クマは考えんでもいいかな。あ、ボコスか。うん、ボコスか。多分考えんでもいいと思う。まあちょっと視野に入れてみるか。クアン取れなさそうなキャラなんかいたっけな。ナオトとか取れんのかな。オビー越し SB レンガ。ミツルの立ち入りがギリ届くって距離だったからな、あれ。あ、そう。スライドオビー届くのかな。てかミツルの声がギリかよ。ギリだってもうあれだ、表ミツルの A 連2段目が繋がんないですよ。それもうクマの声無理やん。笑いましたからね、あれ。え、マジでみたいな。それだってだからあれやろ、水月の声スライド声がギリってことやろ、おそらく。うん、水月では試してないけどミツルの A がギリだった。あ、なんかもう逆ギレめっちゃ多くなってきた。コマ投げあれどうするんって言われてさ、あんなもん読み合いに決まってるやろって言ったらさ、もうそれ以降一生逆ギレしか打たんようになって。入れっぱでよくね。今回投げ硬直長くなってんねんからっていうのも言ってんけどな、一応。うわぁ、やっぱあるよな、西ヒット。うーん、痛ぇ。っていうか、その水月さ、その空中ヒットとか限定だからとかって言うねんけど、結構その水月に地上戦やってもいいかなってやっぱ思えるキャラもなかなか、あの、まあ少ないよな。そう、限られてるから。だからそういった意味ではキャラ、キャラ相性はやっぱ、まあけどどの道やばいよなっていう。まあ、水月に地上戦を挑めるキャラなんて少ねえよやっぱ。地上大員で。いや、まあその
遠隔本そんなうざいねんたらもう、もう遠隔だろうで QE の準備っていうのはちょっと今日の、じゃ昨日のアツシのガチ見てて思った。いや全然あると思いますよそれは。いやけどなあいつナイフ弱当たっとったからな。わあナイフやった言うてナイフやったナイフやったって言ってなんか お粗手裏剣カウンター取られてとかいうのもあったから、やっぱそうなるよなって言って、あのナイフ相変わらず強い。つか笑ったのが、うん、あのゲランナイフ、うん、あれ低くなってるんですよね。そう、えゲランナイフ、ゲランナイフ、ジョーダンナイフの話じゃなくて、いや下ナイフもなんか低くなってるとかって聞いて、まあ低くて、まあ、それは分かんないですけど、あのナオトの罠が消えるんですよ。ああ、そうなんや。下ナイフでえやばみたいな、やばいな、やばみたいな、一掃するやん近づいて、そう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 見えてる以上は全部一掃するから下ナイフで、うん、笑った、うん、なんだこれみたいな。ちょっと水月で対戦してみたいキャラが多すぎる。うわなんか変わった。いや、なぁ、護衛、その、お粗手裏剣の方も判定したいなとやろ。あ、見たいっすね、なんか。あ、じゃあしゃがんでて、ガードなんねん。ドロアで潜れないとかっていうのは聞きますし。てか、ドロアで潜れてたんかよ。ふざけんなよ。めっちゃ楽やんけ、それ。いや俺のキャラしゃがんでてもガードなるからさ。あー、それやばいな。あ、いや、でも俺昔からだった。俺もまあ、昔からやんけど、なその足払いで避けるとかっていうのもあってんけどさ。足払いでも当たんの？なんかよう分からへん、分からへん。もうさすがに足払い受けれるっしょ、今でも受けれるし。あ、いや俺のキャラはね、うん、番長と水月両方とも受けれるから。なんかもうよう分からんかった。そのガードモーションになるからガードなるとかなんかなって言って、なんか2入れでなんかしゃがむだけしゃがんどこうとか。ああ、A ナイフはも、そうそう、A ナイフは潜れるって聞いてて。B ナイフは、まあ、見た目的に潜れるわけじゃねえからね。潜れる軌道じゃない。あれ、これは、まさか。死ぬねえ。まさか。死ぬねえ。ああ、あのさ。いや、関東勢の言ってることはよくわからんってさ、俺には。わ、気持ちはわかんねえけどな。肝心の水月も騒ぎたいっていう。いや感情強いでしょあれは。強いな。気持ちは分かんねんけどな。裏はそうでもないって意見は俺は全然分かるけど。いやなんか思ったよりパーフェクトな人じゃなくてこいつ。いや分かってんで、分かってんねんけど、ね、騒ぐキャラ間違ってるからとか言われてもはぁってなるわ俺は。え、あ、騒ぐキャラ間違ってる、騒ぐキャラ間違ってる、感じの方がもっとやべえかとか言ってるけど、って思う。どっちもどっちっしょっていう。まあどっちもどっちは、うん、そうだな、うん、表は表で絶対やべえのは分かるんだよな。まあ相変わらずの護衛からキャンとかけどな、あいつな8500やねんな。そうそうなんだよ、本当にほんま8500やねん。そう8500、俺あいつ9500やったら5強に入れていいと思ってる。漢字がな、漢字9500やったら、9500やったらもう5強に入れていい。けどなあいつ8500やねん。あいつもおそらくシャドウに溶かされるであろう、間違いない。一人そうそう、覚醒調整もできねえし、あいつ、うん、あれはな、ほんとマジオフェンスとかって気がするわ、みんな裏以上に、うん、やから俺はもう漢字もカタカナもまあどっこいかな。でまあ俺はクマ視点で言わせてもらうと、まあカタカナの方がバリきついから。そうそうでしょうね。だって1クレミで分かったもん、これ。え、これみなずき、クマ相当楽じゃんみたいな。立ち死、強すぎ。いや、まあ、けど、立ち向かって、バット先端が一番楽やったっていう。もう、開き直ってバット先端。いや、もう、あっちの方がまだマシやった、ほんま。まだマシ。全然マシやった。まあ、楽や、とか言って。楽しちゃうけど、楽や、って言って。でどうかな、バット先端って結局それナイフ投げられないですか。いやけどバット刺さるで。いや違う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 、あのバット先端の距離になる前に、うん、A ナイフを置いておいて。いやもうダッシュやねん、もうそれがストレスやから。さっきも見てたと思うけど、バット先端意識してる間にはビートボタン押してるやんっていうのは、あーガンダッシュするのストレスやなーっていう時に
まあナイフ、まあ B ナイフじゃなかったらまあ1個アイテム出されるだけでまあ金と言われるけどいっかみたいな、そんな感じで出してるって感じ。なんかまあ空気的になんかバット先端に行けそうやなって時ぐらい。もう全部割り切ってる、うん、いや割り切ってる、マジで割り切ってる、全部割り切ってる。つかに稲月のケツダ、うん、ジャンシー、オキゼメ、うんうん、ゆがりにはかなり効果抜群だな。そうやねん、それこれもな、アツシに言われてさ、あれどうすんのって言われて、わからんってなって終わったあれはガードや一応クマちゃんダッシュ 2B とかだから、もうクマのジャンシー対策と一緒かって思って、マジで使い方一緒やなとかって思ったら見てて、まあだからあっちの方が早いけどな。うん、あっちの方が早いし、まあリターンも、まあ、前バージョンだったらどこやな、前バージョンクマジャンシーと本バージョン水月ジャンシー、まあリターンどこやな。でも空中ヒットから取れないから、その点まだクマの方が融通効くんじゃないですか。あれ空中ヒットしたらマジ気まずいから、うん、そやな、まあ、その辺はまあさすがにクマかなって感じはする、うん、ただ使いやすさは断然水月って感じ。そやな、まあ振っててストレスはクマよりかはなさそう。まあクマもそんななかったけどな。煉獄やはりまだまだ強い。ていうかまあ水月熱し、煉獄空中ガードしすぎや。もうこの空中ガードしてるたんびに俺あ殺すぞって言ってたからな。よく殺すぞ。なんで吸引してへんねんって言って。でシータマンが逆ギレ超読み吸引してこういうのこういうのって言って。てか普通にゆかりはなんか、うん、逆ギレ見てから出して恨まれとかできないですか。いやできるやろ。いやそうじゃない、そうじゃないね。あのシータマンがたまになんか煉獄ぶっぱしてくるからさ。あ、はいはい、まあ、あと、まあ、単純に逆ギレ煉獄もしてくんねんけど、まあ、そこ でお前はもう QE やろそれはって言われたら、なんかそのたんびなんかなぜか空中ガードしてって、ああ、あれは QE でいいんかとか言いながら3回4回ぐらいやって、いや死んだなこれ。死んだね。やはり本番の宮崎使いはコンボ判断ができるな。まあメインやからな。そう、いやさすがにできるな。いやけどこの経験値を捨ててまでキャラ替え戦でもいいと思うねんけどな。ちょっとねそれは、いや俺らと一緒やでこれ、悩みどころ。いや俺らと一緒やってこれ、多分貯金が大事だねっていう話で、なんかシータさんが多分結構きついで、シータくんがキャラ替えして今のこの仕上がりの水月よりも勝てるようにそのキャラ替えして勝つっていうのは結構きついと思うけどな。まあシータさんが P4U プレイヤーとしてなんかさらに磨き上がったら意見が変わるかもしれないです。惜しいと思うけどな、せっかくここまでちゃんとコンボもできて、あとはもう細かいできてないキャラ体を詰めてって感じで、そう進んでさらに P4U プレイヤーとしても磨きがかかればまた意見は変わるかもしれない。全然戦えるキャラやもん。まあ戦えるするよ、うん、このキャラ全然。だからシータマン強いだけが生やせるようなアビリティを持ち出せばキャラ替えの必要はないはず。生やせへんかったらな、まあ、キャラ替えも必要なんかもしれんけど、けど強いか弱いかやったらまあ強いし、でしかも強いだけ生やせへんプレイヤーってことはつまりそういうことやからだったらなおさらとは思う。あ、さっきのワンマーバーストはまあ俺じゃ多分ついとっさに25コインしちゃうからねできなかったっていうのは別に難易度はどうこうっていう話じゃなくて判断だね、判断、うん、いや、何一つかなんだろう。まあ、俺が浅すぎるだけなんだが。いやいや、けど分かるで。俺もいつもそうやもん。いつもの手癖コンボで、なんか、A 連3段目まで入れて、なんかその、P4U 時代によく見たコンボやってんねんけど。P4U 時代。うん。けど、あそこほんまは、2A 指導でもいいし、WA からバッと B スクやって、今回 B スクがコンボ組み込みやすくなってるから、
っちの方が絶対いいねんけど、ついやっちゃうっていう。まあ俺が浅いだけやねんけどっていう。そう知ってるんだよ、ショーまで入れてそっから判断すればいいって分かりきったこと言ってんじゃねえよそう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 、それは死ぬほど分かる。言ってんじゃねえよ。モジャにもよく言われる、いつも。あそこビスクっすよとか言って分かってんねんけどなーって言って。そうだよ。そうトリプル A まで入れてた、前までボーナス入ってたからさ。だけど今回それも全く意味ないから。ちょっと今の立ち位置すぎるだろ。いやもう。いや、なんで押したんかわからんかって、なんで勝ったかわからんし、もう、もう、タッシーがただただミラクルの技やったっていう。あー、へー。なるほどね。いや、もったいねえよ、これ、キャラ替えは。まあでも、フェリキチまではなんか、水無月使うって言ってるし。うん、いや、俺は、シータ水無月続行を押すわ。まあ、帰る先が初動ミツルだからな、俺はなんかどっちとも言えねえわ。なんか、どうぞご自由にって感じ。そうやな、受け皿でかいからな、影ミツル。そう、これで受け皿がなんかまだ番長とかやったら、いや、シャドウミツルでいいから。そうそう。そうやねんな。初動ミツルだからな、マジどっちでもいいと思うわ、ほんと。いや、ここはちょっとプレイヤーとして磨きをかける選択肢をしていってほしい。あ、次を見据えた、まあ、次を見据えたってのもあるし、まあまあプレイヤー的にそういうチョイスを選んだ方がやっぱ、うん、まあ、そうやな、次を見据えたになるな、うん、ちょっといかんせんミツルだからな、シャドウミツルって。うん、結構なんかポッと光るっていうのはさあるな、なんか水無月とあんま変わんないんだよな。そうやね。いやほんま受け皿でかい、どんなプレイヤーでも。いやほんま圧倒的包容力よ。そう他にいないのもあるし、続けたらいいのにっていうのは、まあ、俺ら視点になっちゃうからあれやねんけど、まあまあ逆にあれなんやな、他にいいひんから、まあ、分からん殺しできるっていうのはあるかもしれない。分からん殺しっていうか、その水無月対策っていうのが結構やっぱやらんとやっぱきついし、まあ、それを分からん殺しって言ったら分からん殺しなんねんけど、まあ他にもいないしっていうのは本人からしたらマジどうでもいいからな。そう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 。いやそんな俺勝てねえから知らんしみたいな感じで。とうとうボコスカワンもしだした。戦争や。まあ打った限りは当たんなかったらフォローするのは当然なんだけど。うん、けどなんかそれができちゃうぐらいにはボコスカ打っちゃってるからな。そう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 。もう連動が上がってしまったレベルでボコスカやってもてる。ボコスカとか普通になんかたまに打たれたらマジ当たるからな。うん、あれだってボコスカはなほんま最終奥義やからな。そう切り札やからほんまに、もし立たれたらマジクソみたいなやられた。いや俺今でもたまに見るもん、投撃本戦の時に、うん、リンフォース番長 VS 五一ミツルっていうのがあってんけどそれの五一ミツルのガードがもう噛みすぎて、はい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 、たまに 見とれたいがために、あの iPhone に出てる投撃動画たまに見るけど、お前あのマジで俺あやその舞台裏おったから分からんかってんけど、中井の話がバリ面白くて、なんか SBC とか全部ガードしたらしいね。まあまあそうやねんけど、その中井の喋りがめっちゃ重くてさ、喋りがなんかもう五一全くやり込んでなかったから、ああ見たいですね。そう攻めも下手やしコンボも下手やってんけど、守りだけなんかやばくてっていう話になって、だからリンフォースがやりたい放題すんねんけど全部ガードとか言って、まあ5A とか言って、まあ、一生ノックしとうとか言って、これどうなんねえとか言って、っそしたらなんかまあ ACC とか言って、まあそれは立たせていただこうとか言って、まあそりゃそうやって言って、でその後どうするんやとか言って、投げやとか言って、ふんって言って返したもう そうかって言って、あーんってボコスカしたらキーンって、えとか言ってマジでとか言って、そっからありとあらゆる技を駆使しリンフォースは崩そうとしたから全てをガードしきったとか、そして負けたとか言って負けたんかよとか言ってリンフォースが負けたってこと。いや違う、ゴーイチが負けた、全部ガードしたけどそして負けたとか言って、なんでだよめっちゃおもろかった全部そして負けた
や、コンボが絶望的に安すぎたわ、あれ。動画見てるけど。まあ、確かに守りはできても、そこはダメだったら。うん。いや、だって別に、なあ、ま、守りが上手かったらやっぱ強いとは思うねんけど、圧倒的火力差やったわ。だってリンフォース別に全然ワンモアバーストコンできとったからな。ワンモアバースト 5D とか言って全然やってたから。ああ。いや、5D はやってんやん、その時。けどまあ普通に、まあワンモアバーストでコンボを伸ばすとかいう、そういうオフェンス力はあったから。つか、陶器の頃の B ボーイってめちゃくちゃ懐かしいっすね、それ。やばいで。そう、ただただみんななんかだって多分知恵ボコ締めとかやってる人いんかったと思うよ。あの時。そうでしたっけ？多分その時まだボコ締め開発、あれ確か家庭用とかで辻川くんが見つけたやろ。わからん。確かそうなはず。ボコ締め D とかは。少なくとも番長の置き攻めはまだぬるかった時代だ。置き攻めっていうかジャンプ D 置き攻めはなかった。何だっけ、何先生やったっけあれ。あー、マハジゴダイン先生。そうやそうや。マハジゴダイン先生やろ。だモップをかけること自体はまだ、投撃の時にはもうあったはずやねんな。そう、あった。いや、あれマジで、あの動画見て俺はモップを練習しようって決定した。なんやこれはみたいな。番長使い全員が、先生と仰ぐ人とか言って。そう。なんか、ハマーさんだけはただ一人、ロケ店の時からモップかけたらしいけど。やはり、って言って。やはり、ハマー先生はちげえやと、うん。あ、そやな、熱波ねな。そう、終わってた時代。あとジャンプ D 置き攻めとかな。ジャンプ D 置き攻めは結構こうあれやな、中期ぐらいに入ってから使い出す人が現れ出したかなぐらいやんな。そう、後期になってあとみんな注目しだしてって感じだけど、後期にはハマースペシャルが。いやー、すげえキャラだよ本当に。スタンダードキャラのくせにどんどん開発されるからな。そうやね、ありえなかった。俺の知ってるスタンダードキャラじゃなかったもん。そこはモップって思うけど、やっぱモップなんだよな。しまいにはコンボパーツとしてニョッキッと顔出し出したからな。そうそうそう、個性許すぎるし簡単問題っていう。うわー、きついなこれ。みなすきはピロスナが1枚しかない。逆切れ締め。わけわからん。受け身取れるんちゃうの。もう訳が分からん。もうこいつテーマパークやから。テーマパークやから。もう俺には分からへんその辺は。ノリ、もう昔からやから。ほんまノリやから。あー、こいつに決まったレシピなんてないから。決まったレシピ。なんとなくでやってる。そう、ほんまに。だからこそこいつの開発能力はすごい。ギルティギアイグザード界でもアッツン式というのはいっぱい生まれてるらしいからな。ラムレザルで、こいつのおかげでラムレザル相当セットプレイ増えてるらしいから。ラムレザーで相当やんちゃしとった関西で。もう終わったか。なんか早くないですか、いつものなんか動画時間から比べると。あ、やってるわ、全然やってるわ。両替モードやったかもしれない。だけどシータシアもあれやな、逆切れの受け身も下手。逆切れ？うん、ゆかりの逆切れ当たってからの受け身もちょっと下手かな。よう黄色でなんかジャンプ A でコンボまた継続とかなんかようわからんこと起こってるし。ああ、はいはい。結構数回レベルじゃないぐらいには何回も食らってる。まあ黄色で繋がんならダメだよね。うん。え？もう俺には分からん。これ相当まずいぜこれ。マーガリールあったら。あー、終わったー、終わったー、終わったー。お疲れ様でした。はあ。しかもわざわざ光物締めやがった。邪魔やん。お疲れ様でしたって言うねんなこいつ。すごいな。あー、対戦終わってくれ。そう、ゆかりが。お疲れ様でしたっていうポーズちゃうやろ、どう考えても。マーガリーだからそれはやばいやろ。やばいな。死体殴りや。
いやけどこいつあれあれ水無月も駒投げするとき審判の時だもん結構来るもんあるんで、はぁーとか言って殺すぞとかって思うあとワープのさばきってそう何が審判の時じゃなくてお前も有罪食らうかもしれないぞ水無月は水無月は光いやーでも水無月いちいちモーションかっけんだよな。水無月かっこいいわほんま。モーションがね。BGM もかっこいいしな。そう。ディー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 。こういうのをな決勝で流してほしいわ。そうやな。てんててんててててんて。終わって絶対ヒーピーがいかんもん俺。いや言うてくま同キャラってさ同キャラだから普通の曲でしょ。そうそうよかったよかった。うんさすがに。いやーけどワンちゃん怒っててんだけど。てんててん。でてて嘘同キャラだったら絶対に行く。違う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 だから掃除さんじゃなかったら全然あった。ああはい正解。だってあれ1あそうかあれやあれはねあの乱入した側の曲になるから。そうけどあれあれやん 2P 側がこってや大会は。あーあーはい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 お互いチャレンジャーやから。なんかそういう時な下級さんがうるさいね昔からギルティの時からそうやねんけどかっこいいやつかっこいい曲のやつに絶対にピガを行かせるようにして大会運営やのに露骨に2位行ってほしいなオーラ出してめっちゃうるさかったあまあでこのゲーム特に 1P2P の差とかねえからな、うん、他のゲームは知らないですけどネルワとかあったんですよ、うん、なんか 2P 限定裏回りとかあーあったなー。そうそうそうだからあの裏回れるキャラは断然裏を取りたが 2P を取りたがるし、うん、ないキャラも取られたくないから 2P を取りたがるっていう。なんか電撃もなかったそれ。電撃もあったの？いや 2P 側とかじゃなくてキャラ設定的になんか忘れた確かハイが使ってたキャラやねんけどなんか右手だか左手になんかすごいパワーを宿したキャラ。ああはい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 、はい、それでだから 2P 側の時のコンボがバリ減るとかそういう気やったはず。あーそんなんあるんやしょうもなしょうもなすぎたあれしょうもなマジしょうもねえって思った。しょうもねえなそれかわいそうとか、バグとかじゃないやつやとか言って。そうかそれ確かにそうやなそういうキャラだったわ。まあでもそれに比べてこのゲームってないでしょそういう 1P2P とか個人の好み以外は。あるけどそいつが使われてまあだから使われへんやろなむしろまあ確かにそんなキャラ使いたくねえ、そんなアシスト使いたくねえよ。いやアシストじゃなかったね、メインやったはずやけどな。え、アシストでしょ。ほんまに？いやコメント欄から見るに上条さんってことはアシストでしょ。いや俺は分からんねん。あ、まあコメントのやつだったらアシストだったはず。まあなんかな雷のエフェクトがよく出てくるキャラだったの覚えてんねんけどな。え？雷のエフェクト？そんなんやった気がするんけどな。ググったろか。いやーなんか片方だけ出るっていうのはなんか、あ、ちゃうかった。確かピンとこないんだけど。あ、ほんまに。じゃあ俺の勘違いかもしれんわ。おや誰だ。あーなんだ。でもあれっすよね、あ、そうか、今回選べるのステージだけか。うん、イベントモードで選べるのステージだけ。そう、そうやね。BGM を頼むよ。いやこればっかりはアンケートやな。アンケートってか、あれやな、出さなあかんな。なあ、それこれぐらいがいいやろ、うん、バランス調整じゃないんだからね、頼むよ頼むよ。俺シャドウの曲も結構好きやで。まあまあ決勝でそれはちょっと嫌やなけど、さすがに確かに。いやシャドウの BGM さ、あれただただなんかあの原作の、いや原作のさ、うん、なんかダンジョンの BGM だからさ、なんかね。え、そうなん、あれ。そうだよ、ほとんどそれだよ。え、シャドウの曲ってあれ狂気の境界線のことだと思ってた。あ、いやいやいや、結構キャラごとにありますよ。あの P4 のキャラとか特に。P4 のキャラのシャドウの BGM は全部原作のダンジョンの BGM だからマジどうでもよくて。いや俺がなんかよくわかんけど、俺狂気の境界線は好きけど、それは決勝はちょっと嫌やな確かに。なマジで。けどあれもしかしてさ、俺思うねんけどさ、
表クマ VS 影クマやったらさ、いやあれはね、あ流れる、あれがな、流れなんな、会えるなんたら、そうそうそう、でででででんででんででんでそうなんな、流れるよ、それは結構熱いと思うけどな。いやマジで熱い。ただそれが起こりうるキャラがさ、何キャラいるかって話。まあそれこそまた掃除 VS マットにならなあかんっていう。いつると真田ぐらいじゃねえかな、あとアマダかな、両方いけそうなキャラって言ったらそんぐらいじゃねえかな。そうやな。あ結構どっちかってキャラが多いからさ、うん、両方いけるってキャラなんかあんまりないからさ。ユキコとかもそうやけど、使い手がそうやな、もう逆転ユキコ VS 扇ユキコが決勝にならん限りはそんぐらいかな。あーけどそれちょっと残念な、あの曲好きやから。なんかそうなんよ、いやマジだから曲は選べるようにしてほしかったな。なんか PQ の曲は選べないのはしょうがねえかなって気がするけど、まあそりゃな、それぐらいね、いいじゃないか、まあ、課金 BGM 以外は全部選びたいよな。そうそうそう。まあ幸い使ってるキャラは両方とも BGM いいからその辺気にするしないんだけど、まあそうやな、まあ相手キャラがちょっとって感じだね。そうやな。しょうもない曲のキャラ結構いるからな、なんか日常系な、なポップなやつ、知恵とか、あ、陽介とか、まあ、知恵は別にあれあれでいいと思うんだけどな。いや陽介結構よくない？俺陽介、陽介、知恵、クマがきつい、あとラビもそこそこきつい。ラビなんだっけな、ラビ忘れたわ、対戦することなさすぎて忘れたわ。いやもうマジで日常系やねん、頭に残らん、ほんま。陽介も結構頭に残らんし、まあ、クマはわかる、マジでわかる、クマはわかる。番長、ユキコ、ナオト、漢字もちょっと微妙けどその辺は好き。あ番長は鉄板だよな、さすがに。ミツル、アイギス、サナダもまあ嫌いじゃない、まあ、イベントモードの時くらい BGM を選ぶようにしてほしいなと思った。そうやな。それかステージごとに固定とかね。ああまあそしたらステージライブはいいだけやからな。そう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 。まあそやったらみんなやっぱ一応あれな、家庭用でよく選ばれるあのステージ選ぶんかな、イベントモードになったら。ああ、まあ俺は選ぶかも。あそこの方がまあ俺影熊やから位置分かりやすいとこがいいから、それが一番いいねんけど。まあ少なくともタルタロスステージじゃねえかな。そうやろうな、あれマジラグくてやばい、やばいな、ダメ。あ、そりゃそうやんな、やっぱみんな分かりやすいもんな、そこの方が距離感覚が。マーガレットの BGM、 まあそうやな、あれはもうな。ただ問題は あれが選ばれるってことはステージがステージがあれやめてくれよマジで本当に。なんで直さねえ、直さねえっつうか、もうちょっとマシにしねえんだ、ずっと前から言われてんのに。できないのかな。まあできひんねや、現代の科学では明けではできないんだろうな。できんか。まあだからせめてものイベントモード選べるようにしたって感じなのかな。そうやろな、まあしょうがねえな。ゆかり、あ、サメ側？サメ側って重いんや。なんか重かったって話聞いた昔は。俺はもうタルタロスステージしか。だからアイギス、まあ、タルタロスはもう今も昔もって感じか。アイギス使いが絶望しとったもんな。そう、はい、コンボできねえとか言ってて。だからあれランダムだったもんなステージが。いらねえよなそういうの本当に。レイチェルステージももう福岡はないかな。まあしょうがなかったらもうしょうがないけど。まあその辺関西に湿気